皆さんこんにちは、深堀圭一郎です。今回ですね、グリーン上、グリーンですのパッティングのドリルの一つをまたご紹介したいと思います。グリーン上にいます。私持ってるのはサンドウェッジです。サンドウェッジで打つのに、やはり下を打ってしまって傷つけてはいけないですから、そんなに下を打たないっていうことが絶対条件ですので、それはご理解していただきたいと思います。どうするか。サンドウェッジのこの刃の部分です。よくプロがやったり、芝とのグリーンの境目でアプローチやる選手は中にはいると思うんですけども、この刃と刃でボールのちょうどお腹を打つ、ボールのお腹とこのトップの刃のとこで打つことによって何ができるか。手打ちじゃなくてショルダーでゆっくりこうレベルで打てるようになるんですね。そしてグリッププレッシャーもギューって握らないで、自然な一番いい強さで自然に握れるようになるんです。これどうしてもパッティングのストロークが速かったり安定しない人には本当におすすめなんです。ご自宅でもどこでもできますので、トップのこの刃でボールのお腹を打っていく、もう自然にグリッププレッシャーもちょうどよくなります。そして何ができるか、こうフックでギューって握るよりもどっちかって言ったらグリップを少しこう開き気味に握った方がこれは自然にやりやすくなるんです。パッティングっていうのはいろんな握り方はあるんですけども、左手をギューってフックで握るよりも少しオープン気味に握った方がストロークっていうのは出やすくなるんです。手が動けなくなるんです。ショットと違って、これ面白い、ショットはスライスの方が打ちにくいんですが、パッティングは少しオープングリップに握った方が低く出やすいっていうのがあります。それが自然にこれで握りやすくなってきます。ちょっと打ってみますね。ここで下につけとくんではなくて、僕もいきなり最初にやるとうまくいかないことあるんですけども、少し浮かせといてお腹を打っていく、やることによって本当にまっすぐまっすぐ、少し今センターで先側で打つんですけども、これをやっていくとリズムもグリップの握り方も強さも、そして自分のどこに重心があったらいいかっていうのもだんだん体で分かってくるんです。皆さんどうしてもこうバランスが悪く、どうしてもストロークに悩んでいる方はドリルの、そしてこれを入れると安定すると思いますので、いくつかあるドリルの一つとしてこれをぜひやってみてください。80を切りたい夢の70代だったり、もうシングルプレイヤーに入ってきてもう一本伸ばしたい、ドライバーショットについてお話ししたいと思います。やはり、80前後まで来るともちろんドライバーはお上手な人が多いと思うんですけれども、やはり、もし80だとしてもプラス8、70になるとプラス8、8個のやはりボギーが出てしまうゴルフがまだまだあるんですね。どうしてそうなるか、やはりドライバーがどっかでミスが出てしまう、距離が出なくなってしまうということがあると思うんです。で、我々はプロもやはりコースに出て構えにくいホール、打ちにくいホールっていくつかあるんですけども、その打ちにくいホールでどうやってやってるかっていうのをお話ししたいと思います。通常のフリースイングはもう自分のバランスで打てばいいんですが、うわこのホールあそこやだなっていう時にどうしてもスイングが小さくなる、もしくは当てに行く、なかなか振り切れないって時あるんですね。この時どうするか、僕はですね、こうアドレスをしていつも以上に上下動がないように意識します。やはりここは伸びない、そして大事なのは実は左手のグリップなんです。右手のグリップというよりも左のこの3本、特に小指サイドの方にある程度力をしっかり入る状態に握れることによってクラブと手が離れにくくなります。離れないってことはしっかりと左サイドに振り抜きやすくなってくるんです。力を入れて球を低くとかこう曲げないようにするとどうしても親指サイド、肩に力が入ってクラブがいろいろ動きが出てしまいますので、極力いつも小指サイドの方にある程度ギュッて力よりも少し力が入りやすい、入れられるような練習をしておいてください。そして3本できたら小指サイドの方でクラブのを内側にしっかり振ってくるようにすると、クラブっていうのは少し立ってきて、そして左に抜ける分だけボールというのはブレをなく安定した球の回転になりやすくなります。スイング的に上体に力入れなくて力を入れたりラインを出したいときはこっちの小指サイド、力をいつも以上にちょっとだけ力入れておいて小指で振り切ってあげるということをやることによってクラブは縦に入り球も安定するようになります。それをやれば8ホール、僕らでも嫌なホール
というものを次のホールティーショットをクリアできて、なんとかセカンドをいいところに打てるところに持っていけるということになると思いますので、ぜひ日頃から少し小指の動きというものを意識して、まあ、グリップしてみたり指を入れてこう握ってみたりとかしながら、少し意識を高めることをすると困った時に打てると思います。ぜひやってみてください。80切りを目指す皆さんにアイアンの打ち方をお教えしたいと思います。アイアンはですね、やはり狙った距離方向というものをしっかり出しておかなくてはいけないクラブです。ターゲットもだんだん狭くなってきて、どこに何ヤード打ちたいというものが出てくるのがこのアイアンで、そして80を切る方のスタイルだと思います。重要なことはフェース面、左手の甲一緒に動くことです。一緒に動くというのはあんまりこう折れたりとかローテーションしすぎたりしないことです。アイアンは飛距離を求めるものではなく、打ちたい距離と方向をどれだけ安定させるかということが重要になってきますから、あまりこう打ちたくてこう動かすよりも左手の甲があまり動かない、アイアンのフェースも動かないということはまっすぐ動くことです。少しここに軽くですね、まあ板じゃないですけど、少しここに何かこう面を感じながらスイングをしていただくと、高さ、距離、方向っていうのが安定してくると思います。逆に飛距離をある程度こう高い球で距離を出していかなくちゃいけない時には、あまりこういうことを気にしないでしっかりとしたフリースイングで打っていくっていうことが、飛距離と高さっていうのを出しやすいですから、この2つをご自身で覚えていくと、方向、あとは距離っていう打ち分けになってきますので、ぜひこの左手の面っていうものを意識して打てるスイングとフリースイングと、この2つを覚えていただければ、80を切るゴルファーに対してはいい、やり方だと思います。この2つ練習していただくことが他のショットにも有効利用できますので、ぜひそのところを練習していただきたいと思います。